ショーン・アレキサンダー、ショーン・アレキサンダー、シャウン・エドワード・アレクサンドル、1977年8月30日隊は、ケンタッキー州フローレンス出身のアメリカンフットボール、選手。ポジションは、ランニングバック、RB、現在フリーエージェント。NFL のシアトル・シーホークス、ワシントン・レッド・スキンズでプレーした。2005年には、シーズン MVP に輝いている。 シンシナディ郊外にあるケンタッキー州ブーン群フローレンスで生まれ育った。ブーン高校での2年時の1994年には2396ヤードを走り42タッチダウンを上げてチームは州の準決勝まで勝ち進んだ。3年時の1995年には3166ヤードを走り終身記録となる54タッチダウンを上げた。彼はケンタッキー州のに選ばれた。 高校3年間で彼は通算6657ヤードを走り110タッチダウンを上げたが、これはずれも全米歴代受0欠に入る数字である。1995年に高校を卒業した彼はジーン・スターリングがヘッドコーチをしているアラバマ大学からスカウトされて進学したが1年時には練習生であり、出場機会はなかった。2年時には ライバルのルイジアナ州立大学戦、敵地タイガースタジアムで行われたで4タッチダウンを上げ26から0の勝利に貢献した。3年時には、ハイズマン賞候補に目されたが、テネシー大学戦で足首を捻挫してしまい、シーズンを棒に振るった。4年時に復活した、彼は1999年のサウスイースタン、カンファレンスの優勝決定戦とな、全米3位に、 ランクされていたフロリダ大学戦で、オーバータイムに25ヤードの決勝タッチダウンを上げた。またライバルのオーバーン大学とのアイアンボールでも第4級に3つのタッチダウンを上げると、199ヤードを走り、28から17の逆転勝利に大きく貢献した。2000年ドラフトの1巡目、全体で19番目で、シアトルシーホークスに入団した。 この指名権はシーホークスが上位ギャロアへをダラスカウボーイズにトレードして手に入れたものでった。1年目はリッキー・ワターズの控えとしての起用であり、わずか313ヤードの獲得で2タッチダウンに終わった。2年目にはワターズが怪我により現役を引退したため、エース RB となり1318ヤードを走り、ラン、レシーブ合計で、 マーシャルフォークにつく16タッチダウンを挙げた。オフェンスラインは、プロボール出場経験のあるウォルター・ジョーンズ、新人のスティーブ・ハッチンソンに引きられ、2001年11月11日に行われた、同地区のライバル、オークランドレーガーズ戦、ハスキー・スタジアムでは35回のキャリーで266ヤードを獲得し、2002年9月29日にクエスト・フィールドで行われた、 ミネソタ・バイキングス戦では前半だけで4タッチダウンを上げるとともに80ヤードのタッチダウンレシーブも記録した。ハーフで5タッチダウンを上げたのは彼が初であった。この試合は ESPN サンデーナイトフットボールであったため全米に彼の活躍は放送された。このシーズン彼は NFC トップの16ラッシングタッチダウンを上げた。2003年シーズン彼は 自己ベストとなる1435ヤードを走り、16、タッチダウンを上げた。シーホークスは2000年以来となるプレーオフ進出を果たし、彼も自身初のプロボールに選ばれた。2004年シーズン、1696ヤードを走ったが、ニューイングランドペートリオッツのカーティス・マーティンとわずか1ヤード差で、シーズンラッシングリーダーを逃した。 最終節のアトランタファルコンズ戦で彼はマイク・ホルムグレンヘッドコーチに自分にたくさんボールを持たしてほしいと訴えたがその願いは拒絶されたことを翌日の記者会見で述べた。2005年シーズン、彼は9月25日のアリゾナカージナルス戦、10月16日のヒューストンテキサンズ戦で共に4タッチダウンを挙げた。 また11月6日のアリゾナカージナルス戦で88ヤードのタッチダウンランを上げた。また11月13日のセントルイスラムズ戦では165ヤードを走り3タッチダウンを上げた。この試合までの連続5試合で15ラッシングタッチダウンランを上げる NFL 新記録を達成した。それまでの記録は1945年のスティーブ・バンビューレンの18タッチダウン。 シーズン10試合目となった11月20日のサンフランシスコでの試合でシーズン19個目となるタッチダウンを上げた最初の選手となった。この年彼は1880ヤードを走りシーズンラッシングリーダーになるとともに NFL 記録当時となる27個のタッチダウンを決め2003年にプリーストホームズが作ったラッシングタッチダウンシーン記録も塗り替えた。 12月11日のサンフランシスコフォーティナイナーズ、戦に勝利したチームは NFC 西地区優勝を果たした。この試合で彼は100ヤード以上走った試合が9試合目となり、クリス・ウォレンの8試合というチーム記録を塗り替えた。その間、ウォルター・ペイトンが持っていた同地区ライバルとの試合での9試合連続100ヤード以上獲得という新記録も達成している。 12月18日のテネシータイタンズ戦で2年連続シーズン1600ヤード以上獲得を達成しチーム記録となるシーズン10試合目のラン獲得100ヤード以上を達成するとともにシーズン24個目のタッチダウンを記録したこの年いくつもの記録を作った彼は MVP に選ばれプレーオフでも存在感を見せてチームをスーパーボールまで導いた 2008年1月1日のグリーンベイパッカーズ戦で、彼は NFL 記録となるシーズン28個目のタッチダウン、シーズン27個目のラッシングタッチダウンは、プリーストホームズに並ぶ大記録を挙げ、日後の1月5日には、ティキバーバーや、ベートンマニング、2003年、2004年シーズン、MVP を抑えて、シーホークス初の MVP に選ばれた。1880ヤードを走った。 彼は初のシーズンラッシングリーダーとなり、エミット、スミス、プリースト・ホームズ、マーシャル・フォークに次いで、史上4人目の2年連続20タッチダウン以上の記録を成した。ワシントン・レトス・キンズとのディビジョナルプレイオフでは、ゲーム序盤に脳浸透に見舞われ、ゲームの残りをサイドラインから見守ることとなったが、カロライナ・パンサーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは34回の、 キャリーで132ヤードを走りにタッチダウンを上げた。2月5日に行われた第40回スーパーボールでは95ヤードを走ったがピッツバーグスティーラーズに敗れた。2006年3月、ランニングバックとしては NFL 史上最高額である8年6200万ドル。この時点での NFL のランニングバック最高額での契約を結んだ。 しかしその数週間後にはオールプロに選出されたフリーエージェントになっていたハッチンソンがミネソタバイキングスに移籍し彼の活躍を支えたオフェンスラインは弱体化してしまった前年の活躍によって彼はマッティン NFL072006 年発売のカバーキャラクターに選ばれた2001年には同じ EA スポーツから発売された NCA フットボールシリーズのカバーキャラクターを務めおり 両ゲームのカバーとなった、最初の選手になっている。が、第3週のニューヨークジャイアンツ戦で、左足の亀裂骨折をしてしまい、マッテンの呪いが続いていると報道された。しかしこの試合で彼は102個目のタッチダウンを上げ、スティーブ・ラーゲントが持っていたチーム記録を更新した。11月19日のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ、戦で復帰したが17回のヤリで37ヤードの、 獲得にとどまった。翌週11月27日のグリーンベイ、パッカーズとのマンデーナイトフットボールでは、チーム記録となる40回のキャリーで201ヤードを走った。しかし12月10日のアリゾナカージナルス戦で、再び負傷してしまい、バリー・サンダースが持っていた、ラン獲得10ヤード以上の連続記録を破ったが、チームは敗れた。このシーズン彼は10試合の出場にまり、 252回のアテンプトで896ヤードの獲得7タッチダウンで終了2年目から継続していたシーズン1000ヤードランタッチダウン数2桁の連続記録が途切れた2007年プロボールセンターのロビートベックが引退したためシーホークスのフェンスラインは弱体した第一周のタンパベイバッカニャーズ戦で彼は左手首を骨折してしまった 彼は、コーチやメディアに欠場せずプレーし続けると伝えたが、パフォーマンスは落ちていき、リードブロッカーのマックストロングも首の、追間板ヘルニアのため引退してしまい、レナード・ウィーが代役となった。第9週にはアレキサンダーは、両膝と足首を負傷したが、シーズン最終節には、史上8人目の100ラッシングタッチダウンを達成した。この年207回のアテンプトで716ヤード。 獲得、1回平均3.5ヤードの獲得にとどまり10試合で4タッチダウンしか上げられなかった。グリーンウェイ・パッカーズとのプレーオフでは1ヤードのタッチダウンランを決めたものの9回のキャリーで20ヤードしか獲得できず、チームは敗戦した。2008年4月22日にシーホークスから解雇された。彼はシンシナティ・ベンガルズ、ニューオーリンズ・セインズ、 デトロイトライオンズに自分を売り込んだが契約には至らず、同年10月14日にワシントンレッドスキンズと契約したが4試合の出場で11回のキャリー24ヤード獲得にとどまり11月25日に再び解雇された。2002年4月に結婚し、3人の娘と1人の息子がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。